皆さんおはようございます。今私がいる場所の説明をする前にちょっと突然ですが皆さんの想像力を貸してください。少し画面から視線を落として右手の人差し指を見てください。よろしいですか。今から皆さんの目は超高性能の顕微鏡です。ではその顕微鏡を使って右手の人差し指どこか一点だけを見つめてください。皮膚のシワが見えると思います。ではここからどんどん限界までズームインしてください。だんだん皮膚の細胞が見えますね。さらにズームインします。そうすると細胞の中 DNA の螺旋が見えてきます。そして今度は螺旋の中アミノ酸の分子が見えてきました。そしてアミノ酸の分子を構成する原子が見えますね。もし難しければ目を閉じても構いません。実は人間の構造というのは原子レベルでは非常に単純です。大体炭素、酸素、窒素、そして水素の4種類からできています。ではここで一つの炭素原子にちょっと注目してみてください。皆さんの炭素原子、実はこれは非常に丈夫なものです。放っておいてもなくなったりしませんし、大体壊れたり増えたりもしません。ではその炭素原子、皆さんが生まれた時から指先にあったでしょうか。実は違います。人間の皮膚細胞というのは大体1ヶ月で新しく入れ替わると言われています。そうすると皆さんの今見ている炭素原子、皮膚細胞が新しく来た時にやはり指先に一緒にやってきたものでしょう。では皆さんの指先全体としてはほとんど変わらないように見えるかもしれませんが、実は原子レベルではいつにも激しく入れ替わって変化しています。ではその炭素原子、先月どこにあったでしょう。実は皆さんの持っている顕微鏡は非常に高性能なものです。タイムマシンの機能がついています。ではその驚きの機能を使って今見ている炭素原子、ちょっと先月まで巻き戻して一緒についていってみましょう。それでは巻き戻します。おそらくその炭素原子、皆さんが先月の頭に食べたサラダに入っていたベーコンの一部です。さらに数ヶ月巻き戻すと牧場の豚が食べていた餌の一部だったと分かります。どん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 巻き戻します。そうすると皆さんの今見ている炭素原子、6700万年前に実はティラノサウルスの爪の先にありました。まだしつこく巻き戻すことができます。そうすると約46億年前、地球がまだできていない頃です。太陽の周りを漂っていたガスや塵、その一部だったと分かります。さらに数億年遡れば太陽すらできていない頃、近くにあった年老いた星が死ぬ間際に放出した原子だったと分かります。皆さんは今10歳かもしれません、あるいは70歳かもしれません。でもその指先の炭素原子は全員50億歳を超えています。実は指先の炭素原子に限らず、体中、そして地球上の水素以外のほとんどの原子は大昔どこかの星で核融合反応によって作られたものです。皆さんの体を形作っている原子一つ一つが一体いつどこで作られて、そして何を経験して皆さんの指先にやってきたのか、今想像してもらった顕微鏡があれば実は全て分かってしまいます。ただの想像の産物と思われるかもしれませんが、実はそんな装置が実在します。私たちが今作っているアルマ望遠鏡です。スペイン語で魂という意味です。そして今私の後ろにある大きなパラボラアンテナ、それがアルマ望遠鏡です。アルマ望遠鏡は日本を含む東アジア、北米、そしてヨーロッパの国々の協力による史上最大の天文学プロジェクトです。今私がここにいるのは実は南米チリアタカマ砂漠北部にあるアルマ観測所のテスト施設です。標高2900メートルあります。
ここでテストを終えたアンテナは標高5000メートルに移動して天体観測を行います。宇宙にはたくさんの原子、分子、そして塵が浮いています。そしてそれらはすべて電波を放っています。アルマ望遠鏡は私の後ろにあるようなパラボラアンテナ66台を使って宇宙からやってくる電波を集めます。人間の目にすればおよそ9000万人分の面積です。皆さんの視力はきっと悪い方は 0.1、 良い方でもおそらく2ぐらいでしょう。アルマ望遠鏡の視力は最大で6000あります。もし10センチ先の指先をアルマ望遠鏡で見ることができたら、アミノ酸の分子が直接見えるかもしれません。宇宙は大変広いです。ですから遥か遠くからやってきた電波は実は何億年もかけてやっと今私たちに届きます。アルマは指先を見る代わりに遥か遠くを見て、すなわち遥か昔からやってくる電波を見ることでタイムマシンの機能を実現することができました。アルマがどのぐらい昔まで見ることができるか私たちにもまだ分かりません。しかしおよそ宇宙ができて2億年、135億年前まで見ることができるのではないかと期待しています。アルマを使って私たちは宇宙と、そしてその宇宙の一部である人間がどこからどうやってここにたどり着いたのかを探ろうとしています。それではここでアルマで実際何が見えるか紹介してみましょう。スライドをお願いします。皆さんが今見ているのは LESSJ0332 という銀河です。大変画像が荒いですね。でもそれもそのはずです。なんと124億年前のとある銀河から出てくる窒素原子の姿です。ここから分かるのはつまり124億年というはるか昔、すでに宇宙は窒素原子で満ちていたことになります。次の画像です。これはもっと近く1000光年先の彫刻座 R という年老いた星です。もうすぐ死ぬ間際ですが、その時にガスや塵を渦を巻いて放出しているのが見えます。実はこの渦、まさに炭素や酸素でできています。この炭素や酸素はいずれ次の太陽になります。次の地球になります。そして次の私たちの材料になります。そしてさらにその炭素や酸素が太陽のような星の周りでどうなっているかもアルマは見ています。皆さんが今見ている絵、小さな四角の中に赤い点があります。アイラス16293という若い星です。実はアルマはここの星の周りに塔を発見しました。皆さんがコーヒーに入れる砂糖とよく似た物質です。塔は実は生命に必須の物質です。つまり地球ができる前に生命の材料はすでに宇宙にあったことを示しています。スライドは以上です。アルマは実はまだ一部のアンテナだけを使って観測しています。いわばまだ全然本気の状態じゃないです。私たちはこれから何年もかけてアルマを早く完成させた後に宇宙で一番最初の銀河を探します。地球のような惑星ができているところを調べます。そして生命の直接の材料になるアミノ酸を探します。実はそれは私たち自身が通ってきた道を遡って見ていることに他なりません。しかし一方であるまでも宇宙のすべては分かりません。ですから皆さんの想像力の顕微鏡よりは性能はだいぶ落ちてしまいます。ですからあるまで答えの出なかった質問のために私たちはさらに大きな人類の目を作ることになるでしょう。なぜなら1000年前の人間と現在の私たちの違いをもたらしたのは想像力と好奇心です。想像力と好奇心こそが人間を成長させる原動力であると私は信じています。アルマ望遠鏡のおかげで10年後に画期的な新製品ができたりはしません。しかし
100年後にはもしかしたら地球が丸いのと同じくらいの常識を生み出しているかもしれません。あるいは1000年後、もしかしたら私たちは指先の原子一つ一つがいつどこでできて何を経験して私たちのもとにやってきたのか、それが明確に分かっているかもしれません。それは想像力の顕微鏡と全く同じものです。ありがとうございました。